自分たちの間では美まさかには何もないっていう風なこともあったんですけど、私はあの映画の撮影をきっかけに美まさか番茶を飲むようになりました。松下さんのラブストーリーがあまりないのでそれがすごく楽しみなのと、あと美まさかの綺麗な、はい、景色が見れるっていうのが、はい、また楽しみです。開演2時間前にはすでに長い列が。松下奈緒さんが演じた主人公のピアノ演奏のロケで使われた津山文化センターです。美まさか市や津山市をはじめ各地から応援キャストとして出演した人たちも駆けつけました。私は青江さとか真中圭也。真中、彼女が愛したのは兄貴。追い返した。映画風の奏での君へは美まさか市在住の浅野敦子さんの小説透き通った風が吹いてが原案で、命の終わりを悟ったピアニストと茶葉屋を営む兄弟との大人のラブストーリーを描いています。美まさか市出身の大谷健太郎さんが監督を務め、美まさか市や津山市を舞台に一昨年撮影が行われました。でよく見ると葉っぱが。昨日は上映に先立ち、主人公を演じた松下さんのピアノ演奏が行われ、自らが作曲し劇中で演奏した2曲が披露されました。舞台挨拶ではおよそ700人の観客を前に、大谷監督が美まさか市や津山市の素晴らしさを再発見していただきたいと話し、松下さんが作品への思いを語りました。自分の本当の幸せ、本当にこのままでいいのかとか、こう立ち止まることを初めてするんですよね。その地がこの岡山なんですよね。岡山の皆さんもまだいろんなこう知らない岡山が多分あるっていうのをこの映画見ていただけるとね、なんか知ってもらえたら嬉しいなっていう、そんな気持ちもありました。あの見た皆さんの心の中で初めて完成していくものだと思いますので、あのどんなふうにこう完成していくのかっていうのを皆さんの中でこう作っていっていただければなと。風の奏での君への全国上映は来月7日からです。